はい、今回は推しの子のお話をしていこうかなと思います。アニメ放送第7話バズが放送となりましたね。前回はね、黒川茜がフォーカスされる話だったんですけれども、今回もそれに近いような形となっていて、前回がどうなるのかという終わり方だったんですが、非常にね気になるところで終わりましたよね。まあ、立教からね飛び降りようとした黒川茜を引き止めたアクアなんですけれども、これからどうなるのという展開でしたが、原作を読んでいても今回最後はやっぱ鳥肌が立つ、ゾクゾクするインパクトを残す回だったかなと思います。改めてアニメだからこそ描かれる部分だったりとか強調される部分だったりたくさんあった回だと思うので、今回それを、ね、振り返りながら、まあ、感想等をやっていこうかなと思います。ぜひ皆さんのご意見等あればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。では早速本題に入っていきましょう。まず冒頭からまあ順番に紹介していくんですけれども、黒川茜を助けた後からですね、原作は結構さらっとなんですけれども、こう泣き崩れるというか泣き叫ぶね茜の描き方もアニメならではの演出となっております。その後炎上中の、まあ、演者、まあ、対象となったことに対する体制についてね、有馬かなが解説していました。黒川茜のね心境に共感する部分もしっかり目が黒くなっている部分とか、まあその有馬かなもねいろいろこう歩んできた道でそういうことがあったっていうのがよくわかりますよね。まあ、天才子役というところからねどんどんこう落ちていくというか、そういうところが自分にも重なる部分があったんだろうと思います。まあ、恋愛リアリティショーについてなんですが、まあ、リアルだからこそ身を守ることが難しいことをねルビーはアクアから聞いて、嘘は自分を守る最大の手段と言いましたよね。これまでもこの言葉っていうのは嘘っていうのは非常にテーマとして挙げられるんですけれども、ここでも言っています。まあ、この内容についてなんですけども、今ね、やっぱ社会現象でもあるし、実際に同じような件もありましたよね。もう本当にね、こう感慨深い話だったなと思います。そしてアクアは警察の厄介になっているということで、そのまま警察へ。涙を浮かべるね、黒川茜のお母さんはちょっと来るものがありましたね。タイミングっていうのも原作ももちろん同じなんですけれども、アニメならではのこう震えるような感じだったりとか、そういうところも表現されていて、でこう胸に刺さるものあったなと思います。まあ、親に心配をかけたくなかったっていうところでね、涙を流すところが絶妙でしたよね。ここで人は簡単に死ぬで、原作では愛のカットが出てくるんですけれども、アニメではカットされていましたね。これはおそらくこう後の演出の強化のためだと思います。そして心配するメンバーが到着します。茜は番組を継続するのか状況を踏まえアクアが問います。答えは継続でした。ここではね、こう演者たちの結束っていう部分が描かれるんですよね。そしてアクアはこの悪役っていうところに黒川茜を煽った番組サイドに怒っています。そしてアクアは今回の黒川茜自殺未遂を警察署、まあ、記者クラブへ密告するんですよね。本当のリアリティショーが開始するということで、原作でいうところの26話が終了となりました。で、原作では27話ですね、こちら後半となっております。ニュースが流れて炎上のプラマイゼロのお話でしたね。黒川茜はまだ復帰できていないという感じです。で、アクアには作戦があるんですよね。で、素材を集めていきます。演者目線での今勝ちをやるということですね。ここでメムがねこれについてのこうどうやってやるのみたいなことを話をしてるんですけれども、もうマーケティングのプロですよね。こうバズらせのプロって自分で言ってましたけれども、さすが YouTuber という内容をね視聴者に教えてくれております。まあ、実はこういうね、まあ、背景ですよね。こう YouTube だったりとか、もしくはテレビだったりそうなんですけれども、こういう部分でこうマーケティングってところがこういうことがあるんだよってことをね伝えてくれてるんですよね。そしてアクアが抱いている作戦っていうのは、黒川茜のイメージを塗り替えるという作戦です。そのための動画素材を集めていきます。ここで一番の素材として茜がユキにハグされる場面ですね。この素材を番組スタッフにもらいに行くアクアでしたが、まあ、陥れたことにね怒っていましたよね。このシーン、黒川茜を悪役に仕立て上げたことをバレると拒否して素材の持ち出せ NG となります。で、ここからなんですけれども、大人がガキを守らなくてどうすんだよというところを言っていましたよね。ここが結構深い話となっていて、目の色がねこう変わるシーンでしたよね。まあ、これに関してはおそらくなんですが、まあ、星野愛を守れなかった自分にも戒めという部分もあるのかなと、まあ、五郎サイドから子供という部分ですよね。そこを重ねているのが非常に描かれているために、前回のこの愛のカットをあえて出さなかったと個人的には思っております。そして動画を作成し投稿大成功となります。これでね今勝ちと、まあ、黒川茜のこうイメージがある程度回復したよという形となっております。しっかりアニメではその動画風景だったりとか BGM もしっかり再現されていて、原作ではねもちろんカットで出てくるんですけれども、よりこう具体的感があって非常に良かったなと思います。ただ素のままでは自らを守るためにキャラ作りをします。ここでもね嘘が必要となってくるということですね。そして演技が得意な茜なんですよね。そしてアクアの好みのタイプを聞きます。もちろん浮かぶのは星野愛です。出していく条件からメムは星野愛に行き着きます。そしてここから黒川茜が真似をすることになるんですよね。こちら第7話というか主要キャラ黒川茜の一番の見せ所なんですけれども、想像を超えるプロファイリングが始まります。このプロファイリングのシーンなんですけれども、非常に不気味で状況を逸していたと思います。こうなんか黒川茜ってどっちかというとこう闇の部分というかダークの部分というのを抱えている存在なので、そこが出ていて存分に良かったなと、最高だったと思います。ここで有馬かなから黒川茜が役者としての凄さが語られるんですよね。まあ、劇団ラララライの天才役者と言われているということですね。
そして黒川茜が復帰、そうだねアクアの言葉から星の愛を完全に演じている黒川茜の姿が描かれます。両目も星になる完全再現でしたね。まあ、アクアにとって星の愛をできるわけがないと言っていたんですけれども、アクア自身もその姿に驚愕をしています。視聴者も同じ気持ちになったのかもしれませんね。原作を知っていてもここは非常にヤバかったと思います。黒川茜役のね声優さんやられていても、こう全部このシーンのためにつぎ込まれてと言っても過言ではないぐらいね、星の愛と比較してみればわかると思うんですけど、かなりこう寄せてきている演出なんですよね。まあ、トータルしてなんですけど、アニメになって黒川茜の見せ方がもう非常に良くなってるなと思いました。そして次回へと移ります。皆さんの第7話いかがだったでしょうか。まあ、今回も黒川茜をベースとしたお話なんですけれども、まあ、本当もう1番は一番最後ですね。星の愛を演じる、黒川茜というところが非常にこう鳥肌が立つような演出だったので、原作でもねすごいおっと思ったんですけど、アニメだとねほんと3倍ぐらい良かったんじゃないかなと個人的には思っております。結局恋愛リアリティショーの方でもそのままの茜だから番組では注目されなかった。もちろん役者としてね目立てば相当な力を持っているというところが最終的に描かれていくという感じです。これねもう次回からね原作読んでる人は分かると思うんですけど、また面白い展開になってくるんで、またやっていこうと思います。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。